こんにちは、学習塾1945です。今回もやっていきます。よろしくお願いします。てなわけで問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。最初1番ですが、関係ないものをくっつけてます。IBRD 失敗の部分は余分ですよ。これは IMF とセットで抑えます。どちらも戦後にできたお金を貸す機関ですよ。IMF は為替を安定させる短期融資を行います。例えば1ドル100円が次の日1ドル50円になったら外国と商売なんてできません。基本こういう為替というのは何もしなければ動くと思ってください。とにかくさっきみたいな円ドルの動き方をされると困るんです。だから IMF はそういうことが起こらないように短期的にお金を貸してあげるわけです。これに対して IBRD は途上国発展のために長期融資を行います。発展途上国を助けるために長期的にお金を貸してあげるんです。で、この話とサブプライムローン問題は別ですよ。この問題は今から十数年前アメリカで起きました。低所得者向けのローンがうまくいかなくなったんです。要するに貧乏人に金貸したら返ってこなくなっちゃったんですよ。これがきっかけで世界金融危機が起こります。2008年のいわゆるリーマンショックです。アメリカで起こったこともあって当時は80年ぶりの世界恐慌と言われました。で、次は2番ですが、これも違う用語をくっつけてます。アジア通貨危機は1990年代後半の話です。複数の国のアジアのお金の価値が大暴落します。で、これとブレトンウッズ体制の崩壊は別ですよ。ブレトンウッズ体制は第二次世界大戦後の世界経済体制で固定為替相場制があります。例えば日本なら1ドル360円で固定ですよ。ずっと360円になるように調整をします。ですがこれ1970年代のニクソンショックでうまくいかなくなります。とにかく70年代と90年代で時期がずれるんです。で、次3番ですが、これは特に間違ってません。銀行は国際的に仕事をしたかったら 8% 自分のお金を持っておけってことですね。で、最後4番は問題文の意味がよくわかんないんで無視でいいです。てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。